S2000 の外装を見ていきます。まずフロントバンパー右前からです。この車はですね、シルバーから、グランプリホワイトに同色でオールペイントが、されている感じの車になりますので、まあこういうね、ちっちゃい飛び石傷とかはあるんですけども、比較的ここら辺のね、塗装なんかは綺麗な方かなっていう感じですかね。まあちっちゃい飛び石傷がちょこちょこちょこっと飛んでるっていうような感じですかね。まあ、あとはよくあるんですけど、この辺の塗装のひび割れそんなんが出てる感じですね、ここら辺とかで。ヘッドライトはまあ左右ともクリアな状態かなと。でボンネットは特にへこんでいるところはなくて、まあ見た感じ大きなこう傷っていうのも見当たらない感じですね。こんな感じです。続いて左のフロントフェンダー、こちらも綺麗かな、こんな感じですね。まあ、特に目立つような大きな傷は見当たらずと。で純正オプションの、BBS のホイール入っております。タイヤはネオバ、溝の方もまだ残っております。続いてドアミラー、ちょっとここタッチアップした跡がいい箇所ありますね。で運転席のドアですけれども、特に気になるような感じの傷は見当たらないですね。でサイドステップ周り、ちょっとここら辺の料理した時についたような傷かなっていうのがついてますね。こんな感じです。で側面のへこみは、この辺りにちょっとエクボ程度のへこみがあるかなっていう感じですね。続いて左のリアフェンダー、こんな感じで綺麗ですね。で左リアのホイール、ガリ傷がちょっと多めですね、この辺りこんな感じで。でリアタイヤの溝もまあ残ってますね。でリアバンパーです。ちょっと塗装のひびが多めなのと、この辺ぶつけてタッチアップしてる感じですね。でここもひび割れ&タッチアップという感じで、ちょっとねリアバンパーは傷ひび割れ多めだなという印象です。右側の方は特に、あでもちょっと下がこんな感じですね。な感じですね。ここもちょっと傷が入ってるかな。でトランクは、特にへこみとかはなくて、目立つような傷も見当たらないかな、こんな感じですね。で右リアのフェンダーです。こんな感じで綺麗ですね。で右リアのホイール、ガリ傷は、まあ、この辺りに1箇所ついてるかなっていう感じですね。で運転席のドア、特に気になるような傷はないですね。まあ1箇所タッチアップしたような跡がありますけども、まあこれぐらいですね。でサイドステップ周りは、まあ、ちょっと乗り降りするときについたような跡がありますけれども、まあ綺麗な感じですね。で右フロントのフェンダー、まあ、ちょっとタッチアップ箇所が1箇所ありますね。そこ以外はこんな感じで、まあ、目立つような大きな傷もなく綺麗な状態ですね。側面のへこみも特に見当たらないかな。で右フロントの、ホイールです。こんな感じですね。でホロはですね、うちに入庫してから新品に、張り替えてます。ガラスホロです。こんな感じで新品なのでかなり綺麗ですね。はい、
以上 S2000 の外装でした。